16-2、中2日置いて道代が来るまで大輔の頭は何らの新しい道を開拓しえなかった。彼の頭の中には職業の虹が大きな楷書で焼き付けられていた。それを押しのけると物質的供給の途絶がしきりに踊り狂った。それが影を隠すと道代の未来が凄まじく荒れた。彼の頭には不安のつむじが吹き込んだ。三つのものが巴のごとく瞬時の休みなく回転した。その結果として彼の周囲がことごとく回転しだした。彼は船に乗った人と一般であった。回転する頭と回転する世界の中に依然として落ち着いていた。青山の内からは何の消息もなかった。大輔はもとよりそれを予期していなかった。彼は勤めて角野を相手にして他愛ない雑談にふけった。角野はこの暑さに自分の体を持ち扱っているくらい用のない男であったから、すこぶる得意に大輔の思う通り口を動かした。それでも話しくたびれると、先生将棋はどうですなどと持ちかけた。夕方には庭に水を打った。二人とも裸足になって手おけを一杯ずつ持って無分別にそこいらを濡らして歩いた。角野が隣の後藤のてっぺんまで水にしてお目にかけると言って手おけの底を振り上げる拍子に滑って尻餅をついた。おしろいそうが垣根のそばで花をつけた。蝶子鉢の陰に生えた周回道の葉が著しく大きくなった。梅雨はようやく晴れて昼は雲の峰の世界となった。強い日は大きな空を透き通すほど焼いて空いっぱいの熱を地上に入りつける天気となった。大輔は夜に行って頭の上の星ばかり眺めていた。朝は書斎に入った。2、3日は朝からセミの声が聞こえるようになった。風呂場へ行ってたびたび頭を冷やした。すると角野がもういい自分だと思って、どうも非常な暑さですなと言って入ってきた。大輔はこういう上の空の生活を2日ほど送った。3日目の日盛りに彼は書斎の中からギラギラする空の色を見つめて上から吐き下ろす炎の息を嗅いだ時に非常に恐ろしくなった。それは彼の精神がこの猛烈なる気候から永久の変化を受けつつあると考えたためであった。道代はこの暑さを犯して前日の役を踏んだ。大輔は女の声を聞きつけた時自分で玄関まで飛び出した。道代は傘をつぼめて風呂敷包みを抱えて格子の外に立っていた。普段着のまま家を出たと見えて質素な白地の浴衣のたもとからハンケチを出しかけたところであった。大輔はその姿を一目見た時運命が道代の未来を切り抜いて意地悪く自分の目の前に持ってきたように感じた。我知らず笑いながら、駆け落ちでもしそうな風じゃありませんかと言った。道代は穏やかに、でも買い物をしたついででないと上がりにくいからと真面目な答えをして大輔の後について奥まで入ってきた。大輔はすぐうちわを出した。照りつけられたせいで道代の方が心持ちよく輝いた。いつもの疲れた色はどこにも見えなかった。目の中にも若い艶が宿っていた。
大輔は生き生きしたこの美しさに事故の感覚をおぼらして、しばらくは何事も忘れてしまったが、やがてこの美しさを明明のうちに打ち崩しつつあるものは自分であると考え出したら悲しくなった。彼は今日もこの美しさの一部分を曇らすために道を呼んだに違いなかった。大輔は幾度か己を語ることを躊躇した。自分の前にこれほど幸福に見える若い女を眉一筋にしろ心配のために動かさせるのは大輔から言うと非常な不得意であった。もし道代に対する義務の心が彼の胸の内に鋭く働いていなかったなら、彼はそれから以後の事情を打ち明けることの代わりに先立っての告白を再び同じ部屋のうちに繰り返して、単純なる愛の快感のもとに一切を法的してしまったかもしれなかった。大輔はようやくにして思い切った。その後あなたと平岡との関係は別に変わりはありませんか？道代はこの問いを受けた時でも依然として幸福であった。あったって構わないわ。あなたはそれほど僕を信用しているんですか？信用していなくっちゃこうしていられないじゃありませんか。大輔はまぼしそうに熱い鏡のような遠い空を眺めた。